皆様、こんにちは。こんにちは。今日は、今度の、14ですね。4月14日ですね。14日ですね。うん、東京の、文京区シビックセンターで勉強会の話する。で、何の話すると、まあ、今アメリカも4月ですね。そうですね。結構アメリカの今年のビッグイベント、ビッグイベントは、やっぱり大統領選挙。そうですね。ね。で、これもっと細かくする。そうですね、まあ今までね、私も自分の YouTube でちょっとコメントしたりとか中でも、ちょっと敏感ですよ。YouTube の方もね、やっぱり完璧言えないですよ、選挙のこととか。まあそうですね。うん、で、勉強会で言います。でも基本的に、うん、私も一つの大きいことを見て、民主党に諦めてる人もいますよ。そうなんです、ね。バックの中で、そして、やっぱり、どんなことやっても、例えば最近のその裁判、すごい罰金とかみたいな感じ、お金を出してとか、なんか裁判の方で落ちたんですけど、すごい、何億円だったらさ、一応もっと安くなったんですよ。でも、その犯罪ないことだと、ビジネスの交渉でも交渉。ニューヨークの裁判。そうそうそう。うん、で、結構別の裁判の、これが、この金額高すぎて、検察官出した金額ね。うん、もうもっと低くなりました。かなり低くなりました。低くなったんですね。かなり低くなった。その罰金みたいなやつ。そうそうそう。でもね、どんなことやっても、トランプを捕まるんではなく、元に気になってるんですよ。そうなんですね。だから、トランプがいじめられればいじめられるほど、人気になっていくっていうか。人気になっていく。で、今もね、この4月で入ってくると、8ポイントの、支持率が、トランプの方にあるんですよ。48% がトランプ向き。41% がバイデン向き。でもなんでこんなにバイデン多いんですか？サポートする人。私一つ思うのは、まあ別にバイデン好きではなく、ただトランプ嫌い。なるほど。ある。で、どうしてもトランプも嫌だにともいるよ。で、まだ伝統的な民主党もいるんですよ。伝統的な民主党。私の、例えば。まあ、アメリカ周りで、シカゴ周りだからさ、家族育てよ。伝統的の民主党だった。やっぱりみんなシカゴが結構ずっと民主党の街ですよ。ね。選挙かなり変だったよ。シカゴの選挙。あ、そうですか。シカゴは59みたいあるんですよ。はい。で、いつも49の方が民主党の市長。で、一つが共和党。なるほど。これが伝統ですよ。決まってるんですね。決まってます。あ、Do you want to know シカゴジョーク？シカゴジョーク知りたい。OK。私は、シカゴで、その、投票所の、はい、働いてる人で、ウジさんは、これから投票する。ああ、ハロー、投票したいですか？はい、じゃあ、ちょっと手出して、私、この投票の機会を、やり方を知る。はい。あなた、このバトンを押して、うん、で、このバトンを押して、はい、これも押して。これも押して。はい。はい、OK。あなた終わり。次。私、投票したい人いるんですけど。いや、した。もうしたんです。終わりです。まあ、サンデーだし、ちょっと美味しいもの食べに行こう。これが、っていうか、その、党の方の人が、投票所で行って、投票のやり方も決まってるから、で、人に押してて、あなたはこういうふうに。すごい誘導するんですね。ね。これもシカゴジョークで、それもう一つね、共和党の支持者だったら、2月とか、1月に、あなたに家に来るの、蒸気の、なんていうの、熱のため、暖房のために、の黒の蒸気が止めます。で、温度がマイナス20度。とか、あなたの家だけが、ブロックの方にね、いる家があるの。あなたの家だけに、ゴミの収集も来ない。投票しないと？その、共和党支持すると、そういうこと、罰が来ますよ。いる来ますよ。すごい難しいですよね。でも、そんなあなたの家だけど。ね。まあまあ、ですね、そうそうそう。だからずっと民主党の、政権ですよ。で、シカゴすごいパワーあるんですよ。で、民主党の中で、民主党の中で大統領選になりたいんだったら、
真ん中の州、アメリカの真ん中の州とか、ミッドウェストとか、うん、ウィスコンシン州とか、イニアスの支持だったら、シカゴ市長にいて頭を下げる。うん、これも伝統ですよ。うん、で、その中部の、権力者とかなんかね。うん。まあ、こういうアメリカの選挙の話もします。でも今ね、うん、結構気持ちがみんな暗い。やっぱりトランプもずっとずっと言ってて、トランプを潰すことできない。できない。ノックスさんが言ってたのシビル・ウォー、内戦を映画にした映画が、うん、こっちね。私の本、うん、はい。あ、本の方ですね。そうそうそう、本。うん、でシビル・ウォーの映画ね。シビル・ウォーの映画が、まあ、まだ公開されてないですけど。今月の24日、アメリカで公開します。うん。うん、あれは、どういう映画なんですか？なんか、どういうヒントになっていくのかな？まあ、OK。一つね、私見てて、まだ予告編しか見てない。で、その細かく出てない。で、予告編で、テキサス州とカリフォルニア州がコンビして、ワシントンに攻撃。うん、まあ、これ本当に現実的に想像しにくい。うん、絶対、カリフォルニア、テキサスの方が戦争するんじゃない？まあ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 。で、あと、フロリダアライアンス。なんかそういうフロリダ州。なんかそういう言葉出てきました、ね。出てきますね。フロリダ同盟、ね。同盟ね。でも一つは、そういうの、ワシントンの反対の州が集まって、攻撃しますよ、ワシントンに。最近の別の YouTuber の越境3対0の石田和也さんと、ちょっと最近の3月31日の事件で、話しました。とか、その、イースター、クリスト教に大切の、で、6年、7年前から、それ、トランスジェンダーの日になってるんですよ。3月31日はアメリカではトランスジェンダー。で、イースターはいつも違うんですよ。イースターはね、カレンダーで分かる。カレンダーに毎年動きますもんね。Okay、で、この前一緒になってたんですよ。で、バイデン政権が、重なっちゃったの。重なっちゃった。バイデン政権が、トランスジェンダーの支持の話を出しました。で、クリスト教の方、かなり起こりました。これ、イースターとは何かっていうことを分かんないと分かんないかもしれないですけど。イースターは一応、クリストが復活して、一応その死刑されて、そして死んで、うん、でそれで、三日間で戻りました、うん。イエス・キリストの復活の記念の、記念、そう。ですよね。だから、イースターエッグって言って、うん。卵の形のチョコレートとか食べたりしますよね。そうそうそう。で、エッグを隠したりとか、エッグハントとかする、ね。そうそうそうね。で、こういうホワイトハウスの儀式があるんですよ。はい。キッズがなんか申し込みすると子供たちによるやると。ホワイトハウスでできるんだ、イコハント。できる、できる。でもね、今年もね、あれも出てるんですよ。宗教のシンボル使っていきません。普通、色をつけるんですよ、その卵に。そうですよね。卵にいろんなカラーリング、ね、絵描いたりとかして。絵を描いたり。でも宗教の、例えば十字架の方、ダメです。でもそれいつも入ってるじゃないですか。ねえ。で、これがバイデン・ホワイトハウスから、バイデン政権の方からね。だから、反クリスト教ですよ。で、本当に、バイデン政権のいろんな面で、アメリカのクリスト教を見ると、テロリスト。テロリスト。ね。だから、そういう白人主義の、そういう昔からアメリカの文化を全部潰したい。潰したいですよ。うん、まあ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 、すごい、これ長い複雑な話だけど、今回に、バイデン政権が、そういう同じ日で、イースターと同じ日でトランスジェンダーの日をすると、失礼。失礼って感じ。で、アメリカ人が、その許しがないんですよ。許しがない。越境3対0、石出さんと一緒にやる石出さんが、なんでクリスト教がここにやって、同じようにトランスジェンダーのこの日にやってて、日本はね、結構、まあ、妥協とかなんかね。まあそうですね。まあ、ね、やりたい人やったらいいんじゃないかなっていう感じ。ね。でもアメリカ、ノー、ノー、ノー。アメリカ妥協はないんですよ。ないない。だから絶対内戦来ます。絶対内戦来ます。要するに今回バイデン政権というかバイデンさんは、うん、イースターの日をこうリスペクトせずに、そのトランスジェンダーの方を優先させちゃったってことですよね。の方に感じてるんですよ。まあ私もちろん見るとバイデン政権そのもんですね、とかなんかね。だからこれやっぱりアメリカという国を考えるときに、やっぱりその、聖書にね、手を乗せたりとかして、うん、やっぱり宗教国家というかね、そうそう、キリスト教がすごくベースにあって、うん、まあ、大事なわけじゃないですか。だからそれを政権がリスペクトしないような行動を取るっていうのは、国民は怒りますよね。結構怒りますよ。うん、そうそう、聖書の上に今ね、数人がいるんですよ。イスラム教の議員。ムスリムの議員がいるんですよ。だからもしね、うん、もしね、大統領になられて、それ大統領に聖書の上に宣言する、それがホラン。ほらね、うん、
コーランの上に、バイブルの上に、聖書の上にコーラン載せて。あの、日本もね、日本の宗教もあるけれど、基本的に仏教と、まあ、神道ね。あの、でもそういう全然そういうな、あの、西洋の方の宗教と比較すると、西洋の方が私たち正しい。他の人たち間違いで、間違いの人たちを殺さなければいけない。なんかそこが理解できないんですよね。自分の考えと違う人は消さなければいけなくなるっていう発想がある。そうですよ。だからヨーロッパが中世時代にそういう結構宗教戦争ありました。ありましたね。で、このアメリカの、アメリカ内戦、内戦こういうな、宗教のところが入ってますよ。すごく入ってるんですよ。あの、基本的に左が宗教の反対、クリスチャンの反対で。あの、で、アメリカの右の方のバックは、あの、福音書のクリスト教とか。福音派ですね、言われる。福音派ね。とか、まあ私、原理主義って言うけれど、彼らもすごいんですよ。Okay、私は、深い、まあまあ宗教、まあ一応牧師ですけどね。Okay、あの、で、私は、赤ちゃんの時代で、ルーテル派で、洗礼されて。でも、福音書派で言うと、私はクリスチャンじゃない。どうしてですか？だって、ルトルはクリスト教じゃない。カトリックもクリスト教じゃない。自分たちで再び洗礼しないと、あなたクリスチャンじゃない。福音派ってアメリカの中で何パーセントくらいいるんでした？25%か、年収的に。で、あとプラス 25% か、まあまあ。うん、だから、大体田舎の黒人が多いんですよ、それ。あ、そうなんですね。ね。うん、ね。で、結構年神的なクリスト教。あの、なんだかんでもね。あの、私もあのグループの結構専門的に知識持ってるから。そうなるとちょっと聞きづらいんですけれども、よくね、あの聞かれるのが、うん、トランプ大統領は今、イスラエル支持の姿勢を取ってるように見えるんですけれども、うん、これに関してどう思われますかという質問がよく来るんですよ。うんうん。うん、あの、福音派で結構イスラエル支持ですよ。そうですよね。なぜ？なぜ？みんな死ぬため。死ぬため？そうっす。あの、イエス様が地球に戻るときに、あの、ハルマゲレの戦いになると、イスラエルの方がその、あの、ゴグともゴグの国の戦いで絶滅になる。うん、で、そういうような予言が現実になるためにイスラエルを目にしなきゃいけない。うん、それ信じてる。だから、イスラエルが国で、その存在で、それで来ると、あの、最後の時代でみんな天国に来ます。という考え。あの、黙示録の方が完璧、あの、信じてますよ。で、福音派の一つの自分たち聖書の言葉が、客言葉が真実。どのくらい？あの、プロテスタントの方が、神様を感じている人たちは聖書を書いてるけど、間違いあるかもしれない。人間書いてるから。福音派は、no, no, no, no. これは神様の言葉、客言葉が真実。で、そういう違いの、信念の違いで、お互い戦いして殺す。信念の違い。信念の違いです。西洋人によくあるんですよ、これ。ここやっぱね、日本人なかなかちょっと理解しづらいところですよね。そう。あの、本の書いてることで人を、命をなくするとかの、日本人はしない。そういうのことね。あまりね、あの、まあ、例外っていうのはどこかにはあると思うんですけどね。うん、ただやっぱりその、トランプ大統領としては福音派、うん、であったりとか、その支持母体だったりとか、まあ、もしくはユダヤ系だったりとかを考えると、うん、やっぱりイスラエル支持に回るということが、ね、ある意味当選の最低条件なんでしょうか、うん、もう、あの、あとやっぱりアメリカで、あの、裏のお金がやっぱりユダヤ人が多いんですよ。アメリカの裏のお金はユダヤ人が多い。そう。で、寄付するから、で、やっぱりイスラエル支持がしないと、まあ、寄付お金回ってこないと選挙も続けられないですよね。続かない。その、ね、やっぱりメディアを牛耳ってるのもそうだと言われるので。まあ、メディアはほとんどユダヤ人が持ってるんですよ。まあそうですよね。ね。そうなるとやっぱりそうせざるを得ないんでしょうかね。ね。うん、だからどうしてもイスラエルがそれが組みますよ。うん。うん、なるほど。興味深い。はい。じゃあまたあの4月14日の勉強会、ね。14日の勉強会。あと5月の6日はゴールデンウィークスペシャルですね。おー、イエス！はいはい。うん、ゲストは？ゲストは、矢野先生。矢野義明先生ですね。ね、ゲストに来てくださいますので、まあ、4月14日、5月の6日、そして5月の26日とあるんですけれども、うん、まあ全部違う内容で、ね、開催します。で、特に5月の6日に関しては、もう、
本当にトーク、もう語り合いますって、もう、うん、矢野先生が自ら文章も作ってくださったので、はい、まあ、本当に深くね、いろんな話ができたらいいなと思っています。うんうん、そして、まあ、4月の14日に関しては、今やっぱりちょっとイランの話とか気になってきたので、うん、まあ、そういう話、うん、それから。ちょっと危ない、ちょっとではない、結構危ないですね。あと、まあ、新しく出版されたジャパンズホロコースト。うん、これに関してはね、マックス先生、このもう一個の本でも詳しくお話しされてると思うので、うんうん、まあ、ちょっとだけそれね、触れて、というような感じにしたいと思っています。まあ、5月の26日はちょっと、また世界情勢どんどん変わっていると思うので。どん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 変わって、どん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 いろいろな新しい話になります。はい。なので、まあ、毎回全然、今までこう何回か開催してきました。毎回違うので、うん、はい、参加できる日にぜひ参加していただきたいと思います。うんうん、はい。皆さん、今日ありがとうございました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。高評価もお願いします。